Hey guys, it's Molly. どうも皆さん、こんにちは。のりとがわです。今日は、ついにゲットしました。EOS R5 です。こちらについてレビューしていきたいと思います。Come on! はい、今日は EOS R5 について、レビューしていきたいと思います。で、7月30日発売で、発売日当日に、手にすることができました。で、少し、外で、公園で、最初の B ロールに回ったように撮影してきたので、そちらもよかったら最初からご覧いただければと思うんですけども、どうして EOS R5 を選んだかっていうところも含め、お話ししていきたいんですが、性能だったりとか、そういった詳しい内容に関してはもういろんな方が、レビューされてると思うので、そちらをご覧いただければと思うんですが、主にそのなぜ EOS R5、にしたかっていうのと、やっぱり今話題なのがソニーの α7S3 も、あって、なぜこっちにしたのかっていうところも含めて、お話ししていこうと思います。で、感想すごくいいです。今こちらは EOS R で撮ってるんですけども、少しサイズ感がちょっとだけ大きくなって、グリップのホールド感とかは良くなって、裏の操作ね、もういろいろと変わったりとか、してて、僕的には非常に使いやすいです。で、慣れたキャノン の, メニューだったりとかもあるので、全然すぐに設定とかもすぐにできたので、すぐに使うことができました。で、なんで EOS R5 にしたかっていう、やっぱりもともと EOS R を使ってたっていうのは大きい理由であって、で、ソニーの α7S3 が発表された時、正直僕あんまり情報を追ってなくて、こっち普通に先に予約して、その後に、α7S3 が出たので、の発表があったので、そっちに完全に見逃してたっていうところもあるんですけども、やっぱりレンズを、僕ずっと EF レンズを使ってます。で、EF レンズの16-35 と27-70 の F2.8 を持っていて、あと種類とかもあるんですが、その中でやっぱりどうしてもそのレンズが使いたいっていうのと、 α7S3 にするとやっぱり全部入れ替えなきゃいけない、G マスターレンズの、FE レンズにしなきゃいけないっていうところで、正直すごいいいなと思います、 S3 も。で、あれはやっぱりすごく動画に特化してる、カメラで、オーバーヒートもしないしっていうところで、もうすごくいいなと思います。で、ちょっと正直今でも揺らいでるところがあって、いずれレンタルとかで少し試してみようかなとは思ってます。で、資産としての EF レンズを使っていて、で、あと僕ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K にメタボーンズのスピードブースター、EF レンズがつくように、かつ EF レンズのオートフォーカスの、セミオートフォーカスが使えるような、ちゃんとした、スピードブースターを使っているので、そちらも全て無意味になってしまうっていうところ、なので、やっぱりここは僕の場合だと EOS R5 で、かつ動画をメインにしつつ少し写真も、撮るということで、もちろん S3 とかもカメラの、普通の写真の機能とかもすごくいいと思うんですが、やっぱり慣れた操作感というところで EOS R5 にしたっていうのも大きいです。で、実際に撮影をしてきました。で、よく言われてる問題、やっぱり一つ目はオーバーヒート。まずですね、僕一応最大 8K ローまで撮れるっていうところで、本当に映画並みの、画角といいますか、解像度というか、すごい大きいサイズで撮ることも可能です。ただ正直、8K で撮ることは僕、もうほぼほぼないと思っています。やっぱりデータ量すごく大きいのと、それを編集するマシンが追いついてないっていうところ、本当に Mac Pro とかの、すごい、ピーキーなチューンをしたものじゃないと、やっぱり 8K とかの処理ってすごく大変だと思うので、今のところは使わないかなと思ってます。で、使うとしたら僕が欲しかったのが、4K の 120fps で、これ、
α7-3 とかだったらもうすでについて、 HD だったら120ついてたのかな、でもあの EOS R には、720×480 だったかな、じゃないと、120fps 撮れなかったんですよ。でどうしてもその HD 以上のサイズで、120fps の映像が撮りたくて、やっぱりスローモーションっていうのはすごく映像を作る上で魅力的なもので、どうしてもそれが欲しかったっていうのはあります。でやっぱりその 4K の 120fps で撮ってるとオーバーヒートする、長時間撮ってるとオーバーヒートするっていうふうに、言われてました。で、実際にまあそれを覚悟として僕は外に撮りに行ったんですけども、結果から言うとオーバーヒートしなかったです。気温としてはまあ本当に33度ぐらいの、まあ、30度以上の、野外で、120fps を何度か撮ってたんですけど、あの熱の点滅もせず、オーバーヒートするよっていう点滅が出るんですけど、それも出てこず、あれと思って意外にすんなり撮れんじゃねっていうところなんですが、まあ、理由としてはスローモーションってそんな長回しで撮らないと思うんですよ。まあ僕の場合はあんまり撮らないんですね。物をこう決めたらそれだけをフォーカスして、数秒、まあ長くて10秒ぐらいのものをパッと撮ると、ですぐにオフ、まあすぐレコードを止めて、次の対象を撮影しに行くっていうスタイル、まあ実際に仕事でやってたとしてもあのそういうやり方が多いんですね。まあ例えば、普通に 60fps で撮影した時に、後から 24fps に戻すために 60fps で撮ったりするんですけど、その時もさっとそれだけを撮って次に行くみたいな撮り方が多いんですね。まあトレーニングだったり、あとはまあお仕事だったりとかカーショーとかも撮ったことがあるんですけど、そういう場合って本当にそこだけはさっと1台とかその人だけをさっと撮る、で大体10秒ぐらいで止めるっていうことをやってると、まあ確かにファイルがあのいろいろ分かれて、後から確認するのが大変ではあるんですが、そういう撮り方をもともとしてたので、4K120fps で撮っていてもオーバーヒートしなかったです。でまあ普通に通常の 4K の 24fps で撮っててもオーバーヒートしなかったです。でやっぱりこれ長回し、あのそれこそドキュメンタリーだったりとかインタビューだったりとか、そういったあの長い尺で撮影しなきゃいけないものに関してはやっぱりすごく要注意だと思います。そこだと絶対にオーバーヒートするだろうなっていう予感はあるの で、 で、まあ、ただそういった場合、僕の場合はあのアトモスのインチャ5、モニター兼レコーダーといったものを使って、撮影することが多いので、まあ、EOS R で使っている時もそうなんですけど、あのそういった方法をして、まあ、外部で収録するっていうことをまあ、やっぱりこの時間の制限がどうしてもあるので、普通だったらまあ29分何秒だったかな、59秒だったかなまで、しか撮れないっていう時間の制限があるので、外部レコーダーを使うっていうことをもともとしてたので、まあ、一応その 4K60fps までは、その Ninja 5も対応しているので、まあこれからもそっちで対応しようかなといったところです。まあ、なのでそのまあオーバーヒートがすごく問題視されているので、僕もちょっと正直不安だったんですよ。本当にすぐオーバーヒートするんじゃねえかなっていう感覚でいたんですが、一応僕の感覚で、使っている分には今のところあの問題はないのかなっていったところです。で一応まあサブ機として今後も EOS R は使っていくので、まあもしこっちで撮れなかった場合すぐにそっちに切り替えるっていう二大体制で仕事に関しては臨もうかなと思っています。でまあやっぱりメインとしてこっちをどんどん使っていきたいなと思うので、その体制を保って、まあ、EOS R5 で今後もやっていこうかなと思います。でまあやっぱりその使ってきてやっぱりこっちの方がいいなって思う場合とかで、あの違う機種、それこそあの α7S3 とかに乗り換えることも十分に考えられますが、今のところあの僕の感想としては少し触った程度ですが、あの EOS R5 がすごく満足する。でやっぱりキャノン の、 あの色味というか、それがすごく好きなので、あの
まあ、そのカラーリングもそういった後処理しやすい形に、まあ、僕の中でも慣れがあるので後処理しやすいっていうところもあるので、まあ今のところは EOS R5 でやっていこうかなと思います。で、そう、多分あんまりね皆さんお話しされてないんですけども、 4K の 120fps で撮るじゃないですか。それで、まあ、もちろんまず音声はその時点では収録されません、そのモードでは収録されません、かつ FPS を下げてプレビューできるんですね。で、その時に、120fps で撮ると実際に再生プレビューで再生されたりとか、その動画ファイルをソフトウェアに読み込む時には 30fps になってます。厳密には 29.97 かなにのファイル、の FPS となってソフトウェアに取り込まれることになります。まあそこ、まあ、もし例えば、まあ、僕はずっと 24fps で収録しているので、まあ、そこが少し 24fps に変更できるのかなと、まあ、ちょっとまだそこまで深掘りをしてないので、違うかもしれませんが、できるのかできないのかちょっとまだわからないんですけども、まあ、デフォルトの状態では 120fps から 30fps になって、この中でプレビュー、ファイルを取り込むことができるといった状態になってます。で、一つ僕残念だなって思うのが HD で 24fps がないんですね。まあ、厳密には 23.98fps のものしかないと、ぴったりの 24fps がないっていうのが、まあちょっとまあ僕的には気持ち悪いなというか、24fps で収録できたらよかったのになと HD で思います。やっぱりまあ通常まだ僕の場合まだまだ HD を使うことが多いです。仕事だったりやっぱりそれだけの容量が取れたりとか、まあ後処理が編集がしやすい、データが軽くて編集がしやすいっていうところで、やっぱりそれぐらいの HD で撮るってことはまだまだ僕の中で多いです。で、やっぱり今のところ YouTube も、HD、 通常では HD でしか対応してないですし、まあ、今後やっぱりね、あの 5G、 あの通信速度の 5G だったりとか、いろんな通信速度だったりとか、インターフェースだったりとかがどんどん発達して 4K がもうストリーミングで対応できるみたいなことになってくると思いますが、まあ、それも踏まえての EOS R5 っていうのはもちろんありますが、まだまだ HD で収録することも僕の中では多いので 24fps があればよかったなっていったところです。まあ、あとはまあいかんせんオーバーヒートの問題ですよね。で、ティルターから、まあ、オーバーヒート、この部分にカポッてはめれる、クーリングシステムを発表されて、いつに出るのかな分かんないんですけど、出たりするのが発表されてたりします。まあ多分それに追従していろんな、リグメーカーだったりとかいろんなところから、まあそういうクーリングシステムっていうのが出てくるんだろうなと思うので、それが出たら出たで試してみようかなと思ってます。まあやっぱりね、ジンバルロニー S とかに乗せるときにずっとやってると熱くなってくると思うので、ずっと長時間回してるといくら HD でも回してても熱くなると思うので、まあ、ただね、ここにカポッてはめてこれ出ちゃうのがちょっとロニー S に乗せる、ギンバル乗せるときにちょっとバランス取るのめんどくさいなとか思ったりはしますが、まあそういったサードパーティーの製品もどんどんこれから出てくると思うので、そういうのも試していこうかなと思ってます。個人的な感想としては非常にいいカメラです。まあこれ使い勝手のいいと言いますか、まあこれやっぱり良さあるでずっと慣れてきたっていうのはあると思います。まあここから他のカメラに乗り換えることはまあないんじゃないかなと思いますが、いかんせん α7S3 も気になります。まあいつか試せる機会があればどちらも、まあ、そちらも試してみたいなと思います。はい、今日の動画はこれで以上となります。もしこの動画が良ければ LIKE ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとコメント欄自由にコメント書いてください。まあ、次の動画とかで以前いただいたコメントを反映した動画も撮ろうかなと思ってますので、ぜひそちらもお楽しみに。あとは各種インスタグラムやツイッターとやってますので、そちらもぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!